いやまあ、あいつを初めて見たのは3年ぐらい前の東京ドームで、以前見たことあるんですけど、それまでの自分の希望とか期待ばっかり膨らんじゃって、見たらちょっと飽きなかったというか期待外れだったんですけどね。まああれからうちに何戦か、参加してますし、まあアマチュアのレスリングっていうかオリンピックスタイルの、レスリングではまあアメリカでは一番だった選手ですけどね、ただそれだけなだと僕は思いますけど、希望ですか、藤原さんです、今回の試合が流れましたから、まあなんていうんですかね、まあ、僕の、プロレスに入ってからのルーツっていうかね、探っていくと、突き当たる、一番最初の多分人だと思うんで、やって勝っておかなければいけない人ですから、それに一回あの、いろんな事情がありましたけど流れましたんで、でその前引き分けでしたっけ、いや自信も何も関係ないですよ俺の場合は。とにかくだから相手が例えばデビューしたばっかりの新人であろうと、例えば藤原さんのようなベテランの選手であろうとリングに上がったら思いっきり引っ張って思いっきり首絞めるだけです、それ以外は別にないですね、これより第5試合30分一本勝負を行います。赤コーナーよりデュアン・カズラスキー選手の入場です。
出発。